はい、平成サバイバーです。とこと平成サバです。さて、次のステージに進もうということでですね、帝国に行くんだ。次目立たねえように気をつけろよっていう、やべえな、やっぱ帝国というところはすげえな。これいわゆる共産主義的なあれじゃねえの。超怖えんだけど大丈夫なのかな。おお、到着しました。うん、何の国って関係なく大砲屋はいるんだな。うん、やべえ、なんかマジ街の中にまず鎧着たやついるもんね。サウスタウン、なるほど、帝国はなんかでかいのね、きっと。うん、マリクト、なるほど、重要キャラだな。うん、子供、つうか何を持ってるのマリクトは。高っ、いきなり高いんだけど。なんでさ、ステージ進むごとに、やばいやばい、皇帝陛下に対する不満が募ってきてるよ。モンスターの軍隊がいるのか。怪しいな、怪しいやついた。やべえ、なんかフラグ渡ったよ。フラグ渡った、あっちへ行けとか言われる。超怪しいなこいつ、完全に怪しい。敵じゃねえのこいつ。で、あ、間違った。で、その町外れのなんとかってどこに、あ、町外れっぽい。わ、怪しいやついた。絶対あのババアだな。お、知ってるんだ、どうも。ジェマ、さすがジェマ。つうかジェマあれ以来出てきてねえの。どこ行ったんだろうな、あの人。お、旦那がやられたのね。うん、レジスタンスってさ、絶対下水道にいるよね。下水道ってやっぱそういうところなの。634ね、 OK、 わかりました。同じことしか言わないのね。うん、 OKOK、 634は聞いたから、ありがとう。え、でそのなんか箱を隠し持ってるようななんかその話は、箱の話はないの。おー、やばい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 、全然そんな怪しいものではございません。ちょっとこの辺の国の人とは違って変わった格好をしてますが、全然普通の人間です。あ、人間じゃないやつを混じってたわ、妖精混じってた。さて、開けてくれるのかな。こんにちは。暗証番号言ってみろっつって、あっち行けって言ってたやつがさ、いきなり暗証番号言ってみろってさ、それ何なのみたいな、知らない人びっくりしない。うお、こんなとこ通って行ってるの、あいつら、あいつら相当やるな。魚のモンスターうろちょろしてるようなところを普通に行ってるの。てかもうこの町の下水道は大丈夫なのか、モンスターが詰まったりしてないのか。すげえ、つうかもう下水道といえば必ずモンスターがいるともう相場が決まってるよね。うん、うーわ、スライム、うわ、やべえなこれ。足止め系か、足止め系めんどくせえな。うわ、やべえ、さまざまなモンスターがいる。マジ、アヒルもいればスライムもいるし魚もいる。そして魚黄色ちょっと強いんだよね。そう、レジスタンスは仲間ってことでいいんだよね、きっと。とかなんかいつの間にさ帝国と戦うことになったのかという、ああちょっとリフレッシュして。うん、そうなんです、今まではずっと待ってたけどついに待ちきれなくなってリフレッシュを使うことにしました。オウフ、何あのスライム超強くない、触っただけで雪だるまになるんだけど。でも雪だるまって別にさ、あ、ダメージ食らうんだ、普通にダメージ食らうわ。へえ、やべえやべえやべえ、そこで蘇ったらまた、ほらね、ほら俺なると思ったもの、今もう絶対雪だるまになると思ったもの。よし、一発決めてやろうか、魔法で。
魔法で一発決めてやんぜ。オッケー。で、まあ、魚はさ、あの足止め系の攻撃してこないからまだいいよ。スライム、スライム本当にさ、スライム本当にさ、スライムだから別に空気を読めとか言わないけどさ、スライム、いやこの魚とかスライムとの戦いで結構消費しない？これでボスなんか出てきたらやばいんですけど、まあ、まだアイテム使ってないからいいんだけどさ、ほんとこのさアイテム4つルール結構厳しいよね。最近本当思ってきた。フライダイヤミサイル、おー効くねダイヤミサイル、久々に使ったけど、うわまたスライムいっぱいいる。スライムがさ触ると力だるまだから、一旦魔法で蹴散らそう。やばい全然効いてない。氷魔法とかどう、いける？あ全然効いてない。何が効くんだろうな、ファイヤーかな。あ、やばい、MP ない。MP ないよ、MP。ちょっとあれ、くるみ使うか、くるみ。おっ、いやー、うわ、死んじゃったし、やばい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 、死ぬ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 。ちょっと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 、生き返そう。生き返そう、生き返そう。もう、やばいやばいやばい。ということで、スライムたちの妨害を乗り越えて、レジスタンスの本部までやってまいりましたと。うん、なるほど。この人たちもあのジェマの手のものなのね。うん。レジスタンスはどうやら仲間みたいだな。てか、すげえ毛量だな、この真ん中の人。これは何？女子なの？男子なの？ちょっとよくわかんないけどさ。多分なんか女子、なんかあの、ワイルド系の女子なんだろうな。うん。なるほど。ディラック古代遺跡にいるの好きだよね。この前も古代遺跡にいたよね。いよいよディラックを助けに行けるのか。うちの仲間一人雪だるまになってっけど、まあそのうち治るでしょ。うん、なるほどね。あのなんか戦争があったあたりから暗躍してる人なんだ。あ、まだお若いのね、クリスさんは。あんな確かに激しい髪型してるもんね。はいはい、はい、ゲシュタールってあいつ強いやつだったの？相当なんか楽勝で殺したけど、この前。大丈夫かなこれ。YouTube に引っかかんない、殺すと。なるほど。鍵回ってるのね。これさ、あの、なんかフラグじゃないの？これ、鍵回ってるってことはさ。ということでですね、無事レジスタンスと合流できたランディたち、次回ですね、ついに王国に乗り込んでみちゃおうと思いますよ。ということで、このチャンネルが気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。お相手は平沢でした。